海兵隊人員輸送車両の5部面で緑色の線で強調された部分が V 字型となっている。これにより地雷や井戸の攻撃から被害を防いでいるが、それと引き換えに重心が上がり転倒する可能性が増大している。V 字型車体は走行兵員輸送車や不評機動車及び不評戦闘車で用いられる走行車両設計の方法の一種。 その設計の先駆は1970年代に登場したレオパルド走行車に求められ、ローデシア紛争に投入される。特に対戦車時代に苦しめられた南アフリカでは、多くの V 字型走行車両が開発されており、ランドシステムズ OMC 車製のラーテル、不評戦闘車や、ブッフェル走行兵員輸送車、マンバ走行兵員輸送車などがある。その設計の目的は、地雷や、 即席爆発装置の爆風から乗員や車体の生存性を向上させるためで V 字型の傾斜走行を採用している。走行板にある一定の角度を与えることによって爆風によって飛散する破片等が車内に貫通しないように逃し走行材使用量の増加を抑制しつつ生存性の向上を図っている。V 字型車体はいくつか異なる方法で 走行車両の設計に取り入れられている。多くの車種では、例えば、ベーシステムズ車の RG-31 や RG-33 は、モノコック車種に V 字型車体を取り込み、他には、a t f ディンゴや MAXPRO のように、ボディオンフレームに V 字型車体コンポーネントを、そしてさらに V 字もしくは、半円軽部を用いることによって、動力伝達経路を保護している。 他には、クーガー走行車のように、V 字型乗員コンポーネントを備え、動力伝達経路とサスペンションコンポーネントが破壊されるのと引き換えに、乗員の安全を確保する方式もある。ありがとうございます。